クーニンズ未来の主砲ライルこと福峰ライル、東京生まれのアメリカ人と日本人のハーフ、類稀なる筋力を持つ。今日はライルの24時間に密着いたします。この番組はアイハーブの提供でお送りいたします。アイハーブはライルも愛用するサプリの EC サイトです。過去ですね、はい、ライルの1日です。いや、ついに僕の番来たんすか。ついに来ましたね。いやー、てかクーニンズなんで部屋いるんすか。いや、それもだってライルの住所知ってるもん。いや、開いてなかったでしょ。お母さんが開けてくれた。何やってんだよ。結構個性的な部屋やね。まずは芝ですしね。あー、そうですね、芝引きました。アメリカの国旗と上にはイーガールイーガールズ、はい、イーガールズの結構こう細いね。いや、そガリガリでしたよ。細ちっちゃいね。本当に軟式のジャパンの時のメダルですね。ああ、国際野球大会のね、はい、でその後ろにはイーガールズがある。イーガールズ、はい。ベッドに電話ついてんの。いや、電話線がもうその辺にしかなくて。そうなんや。そう、ここしかつけれる場所がなかったんですよ。なんかすげえな。なんかアメリカ国旗があるのにこのタンスとかがねものすごくわっていうね。ギャップがすごいですね。ギャップがすごい。前、はい、じゃあまずはですね、はい、朝ごはん。朝ごはん、はい。これからですよね。今減量中なので、だいたいオートミールとプロテイン。オートミール、はい。お茶漬けの素をかけて、あとはあらかじめ用意しておいたお湯をかけて。はい、ライルの朝ごはんはオートミールお茶漬けプラスプロテイン。そうです。いつももうほぼ決まってこのメニューですね。美味しいのこれ。いや、美味しいっすよ。匂いは普通のお茶漬けやね。そうなんですよ。いただきます。はい。はい、完全にお茶漬けですね。やっぱそうですよね、うんうん、食感だけ慣れないというか、うん、ちょっとやっぱ寝ちゃっとする、うん、で、あとは、まあ、お茶漬けだけだと飽きちゃったりするんで、なんか例えばたまになんか、なんだろうな、デザートっぽくバナナとメープルシロップとみたいなのとかにもしたりします。はい、それでは朝食を終えたライル君、はいはい、今日の予定教えてください。今日は、この後お昼頃から仕事の方に行って、それし、終わり次第トレーニングという形です。でライル今、はい、体は大きくしてると思うんですけど、そうですね、はい、トレーニングの時に飲むサプリっていうのは何ですか。はい、サプリメント基本的には BCA、 多分皆さんご存知のエクステンドの BCA と、あとはトレーニング前とかに、C4 で、今ちょうどそれが切れちゃってて、もうアイハブで今から注文しようかなとちょっと思ってました。あ、ライル、はい、大丈夫です。案件で、はい、用意しました。おお、ライルのいつも飲んでるやつ、エクステンド C4、 今回タイアップということで、おお、プレゼントします。ありがたい。 BCA のエクステンドってやつはですね、はい、まあ、クーニンズ全員がねほぼ飲んでるというね、はい、試合中にやっぱり集中力をずっと維持したい、はい、疲れにくくしたい、で疲労感をなくしたいっていうことで僕らいつも飲んでるけども、はいはい、C4 っていうのは初めて見ましたけど、はい、これそれぞれ何ですか。 C4 アルティメット、まあ、これがトレーニング前に飲む C4 パンプ感、まあ、要は効いてる感とか、その血流の増加っていうところで筋肥大にはいいですよっていうふうに言われてるんで、これ飲んでます。 BCA とはちょっと違うんですか。僕の中でのなんか解釈なんですけど、 BCA ってマイナスをゼロにする、例えばまあ分解を防ぐとか、こっちはどっちかっていうとゼロをまあ1とか2とかにするようなものだって考える、まあ、トレーニングする上で継続して質の高いトレーニングするためにこちらを飲みつつ、そうです、体を肥大させる、パンプアップさせる、大きくしたい時にこれを合わせて飲んでいくという。そうです。これは何ですか。これはその C4 のスポーツタイプ、持久系に必要な電解質とかミネラル
レとか、あのマグネシウムとかナトリウムとかそういったものが比較的多く含まれてる、あの疲れづらくなったりとか、例えば足つらなくなるとか、そういうところは期待できます。でライルはこの2つを取ってるわけですね。はい。めっちゃいい球場あるね。そうなんですよ。何これ、意外といいグラウンドあるんですよ。すごいね、はい、ここで朝素振りしてるんだ。素振りで意識してることは何ですか？最近僕気づいたのが、押し手が僕弱いんですよ。すごくもう本当に引き手で引くだけになっちゃうんで、インパクトが結構負けがちというか、こう押し手の方をちょっと強めに意識するようにしてます最近は。そういうスイングを練習してるってことですね。そうです。じゃあライルさん、これからですと間もなく勤務ということで、はい、ライル今のお仕事はジムのトレーナーさんということで、トレーナーライルさんから、はい、夏に向けくびれを作りたいあなたへ、くびれを作るための自宅でできるトレーニング教えてください。まあ腹筋のトレーニングをしましょう。そんなライルさんのくびれは、僕のくびれは今ほー空になってるよ。もうおーすっげー、うおーすげえ肩甲骨がすげえ。まず膝曲げて、はい、ここからこれを左膝の方にこうねじりながら上げていくような格好です。でこうすると全体的にお腹の前だけじゃなくて横の方も刺激できるんで、くびれにつながると思います。これすごい。これすげえマジで。やばいな。朝洗濯物を仕掛けていくわけですね。そうですね。いやでもライル実家暮らしなのにさ、自分で全部やることやって偉いよね。はい、そうどうなんですかね。皆さんどうなんすかね、実家暮らしの人って。多分洗濯物やってもらってんじゃない？あ、そうなんすか。うん、知らんけど。へえ。じゃあ、ライルさん、これから出勤ということで。はい。出勤前にチャーハンですか？チャーハン。普段は、出勤前はおにぎり1個食べたりとか、まあ、あとプロテイン飲んだりとか。じゃあ、今日は相当炭水化物が多いですね。ちょっと今日はハイカロリーですね。休憩タイムに入りました。ライル休憩タイムです。これから晩ご飯ですか？そうですね。今日どこ行くんですか？今日はなんか近くになんか新しいステーキ屋さんができたらしいんで、おちょっとそこにちょっと視察に行こうかなと。ステーキ食堂、いい名前だね。ハラミがメインね。みたいです。最高やん。最高っすね。ライブ慣れてんの？いや、僕ハラミ300いこうかなと思って。いいね。でも小食の方って書いてあるな。嘘だよ。え、じゃあ王道の1ポンドいこうかな。来ましたね。これは 900g。 これミクスタグラム案件じゃないですか。アイスがちっちゃく見えるわ。300g が可愛いですね。300g 可愛いですね。そんなと子供みたいさあ、本日最後はトレーニングに行きます。はい、ライル今日はどこを鍛える日ですか？今日背中です。
さあ、夜にライリ君何してるんですか？だから僕は、これからちょっと、足りない分のサプリメント注文しようと。アイハーブって海外のサイトでしょ？はい。送料って高いの？僕この前買った時は、かからなかったですね。そもそもライルさ、英語喋れないでしょ？僕喋れないです。その注文できるの？いや、これが、ちゃんとでも日本語になってるんですよ。あ、日本語対応してるんだ。はい。海外のサイトってさ、すごい探しづらいイメージあるけど、はい、そんなこともなく、あ、もう全然、もう検索したら、例えばBCA って検索したら、そのなんていうの、BCA のメーカー別バーって出てくるんで、でそこでもうすぐ、例えば在庫切れとか販売中とかってすぐ分かるんで、結構探しやすいですね。あ、そうなんや。プロテイン、ホエイプロテインですね、とナウフーズっていうメーカーのクレアチンです。よし、注文完了しました。完了しましたか。はい。じゃあこれで安心して寝れますね。これでもう寝れます。よし、それじゃあおやすみなさい。ということで本日の動画は以上です。動画の説明欄にアイハーブで使える割引コードを貼っております。ぜひご活用ください。今日の動画は以上です。負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。